通れない、鍵がかかってる。ここから登れる。じゃあ俺はここで待つ。待ってろ。サリ大丈夫だ、さこい。登って偵察してくる。安全なら知らせるよ。よし。あ、平気か。危なかったけど。もうかよ。はあ、完璧だね。なんだ。やべ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 。隠れてるぞ、追い出せ。来い、誰もいない。一体何してた。まあいつものことさ。よし、手伝ってくれ。よし、こっちだ。急ごう。サリ、ここだ。下がれ。下ろしてくれ。何かあるか。よし、ちょっと待て、見てくる。Thank you.
下がれ、鍵を撃つ。クソ、なんてこった。サーリー、助けてくれ。エージェントだらけだ。カッターとクロエはヤバいかもな。あいつらどこなんだ。脅かすなよ。フランスじゃなかったの？助けに来たんだよ。何から？捕まったこと。死んだとか。え、なんで？フランスでタルボットの奇襲を受けた。罠だったんだ。お前たちもヤバいかと。確かにヤバいけどね。まあ、いったね。だったら少しは静かにしたら。でも何があった？何回電話したと思ってるんだよ。そうだ、お金をチャージしないと。プリペイド携帯かよ。海外の料金すごいの知ってんのか？え、私の壊れてる。またか。ああ、会えたんだからいいだろう。こいつを見りゃすぐに上機嫌だ。全部書き留めてやる。エリザベスの情報機関はここまで到達してた。しかも奴らは何らかの秘密結社に属してたらしい。イギリス情報部員やシークレットサービス、ヘルファイアークラブ、ゴールデンドーン、全部繋がってた。じゃあジョン・ディーは？フランシス・ウォルシンガンもウォルター・ローリーもドレク教だって。そう、みんな関わってたんだ。彼らの目的は権力、スパイ行為や策略で敵をコントロールすることで。お前ら、待て待て、ちょっと待て。つまりマーローたちは400年前から続く秘密組織に属してる。とっとと結論言ってくんねえかな。ねえ、もう行かないとまずいわ。ああ、分かった。ほら、見ろ。クオド・エスト・スフェリオス。エストシクートクオドエストインフェリウス。上のごとく下もしかり。そう、それが全ての鍵なんだ。この城で一番高い場所に行こう。では参るか。お見事。この手がかりで地下室への道が分かるはずだ。入り口はどこかに隠れてるんだ。あれが一番高い塔だ。よし、ただ渡ればいいのか。危ない。くそ、くそ、くそ。それで塔に行くには奴らを倒すしかない。それでこっそり出入りする計画はどうなった？何？今さらやめられない。ああ、こんな近くまで来て。別の道を探すんだ。奴らはここだ。絶対に見つけろ。捕まえたらいたぶってやるぜ。あとの二人は？タルボットがフランスで始末した。
隊があるぞ。塔の下に入り口がある。塔の一番上に行ってみましょう。ゲートだ。よし、肩、手を貸せ。行ったか。ええ、着いた。もっと。よし、下げろ。ついてこい。ここを行け。気をつけろ。助かるな。なんてこった。こっちで来い。ウェダー、おい、援護を頼むぞ。急いでみんな、いい？おい、格好の標的だぞ。撃つな。くそ。
いないぞ。どこ行きやがった。